皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウルリマスターと遊んでいきましょう。さあ前回ですね、エレミアス絵画世界をクリアしたところで、どうもね、このマップに隠しボスが1体いるみたいです。なんで今日は倒していきましょう。このアノルロンドを築いたグウィーンを、そのね、お子さんらしい。あ、でですね、ここね、今ここにいます。このアノロンの真ん中部分で、これをさらに動かしていく。こうかな。これ3段階あるんですね。一番上、これ真ん中で、さらに下か。自分でこれ言ってなかった。下を完全にスルーしていた。でもまあ意外といけましたね。この状態かなですね。あっちね、あれは絵画世界、そっち。さあこれでこの状態で下っていく、この階段を。さあどこに行くかな。エッサエッサ、どうでしょう。でここに来ました。ここか。よし、こっち何もありません。この先ね。あ、でここにかがり火か。これがあった。これ初めて。完全にスルーしていた。ここですね。で一旦これ休憩して、よいしょ。これ多分転送できないかな、ここは。で、これ、行き止まり。あとこっち。指輪が必要。幻の壁に注意。どうもこの先があると。で、太陽の調子の指輪。これをゲット。これ見ておこうか。太陽の調子。奇跡の威力が上がる。魔法か。太陽の光をついたグウィーン王の調子がかつてつけていたとされる古く汚れた指輪。奇跡の威力を高める効果がある。太陽の長者はかつて先人であったが、その愚かさにより全ての記録とともに神を追われ、今はその名前すら伝わっていない。で、これって多分あれだよね、ダークソウル3の無名の王、あの人でしょう。で、ここでですね、別の指輪を装備していきます。これね、暗月の司祭の指輪。影の太陽グウィンドリーは、アノルロンドに残った古い神の一人であり、その信者もごく少ない。で、魔法の記憶スロットを増やす効果がある。これをつけていきます。さあ、どうなる？と、これは消えるのか。で、この先ね。この先、術使いあり。行ってみよう。これはボス戦か。ボス部屋。この先、すごい宝。まあ、ひざまずくがよい。罠に注意。行ってみようか。What foolishness! Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun?Mark the words of mine self, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. さあ、ボス戦。影の太陽、グウィンドリン。この人か。あ、これ待ってね。多分魔法タイプ。盾を変えよう。紋章の盾。こっちね。魔法カット80。さあ、これにして、血の盾。こらんや。前拾った。さあ、どう倒す？意外と物理系。あ、これ、待ってね。結構これ、えぐいぞ。あ、で、魔法も来る。魔法弾。で、さらにナイフ。弓矢か。何かと思った。よーさ、寄ってって、切る。この繰り返しかな。で、再びそっち。意外と簡単じゃない？一旦回復しようか。ジグザグにこう走って魔法打ってこい。意外と魔法打ってこない。え、こんなんでいいの？よし。さあ4割ぐらい。
この繰り返しか。あー待って、これでかいの来た。貫通すんのか。あれは要注意。さあ斜めに爆走して、でかいやつ。危ない。ちっちゃいやつ。よし。あ、消えたな。このタイミングがちょっと難しい。これどこで消えんだ？これ女性だよね。彼女がずっと守ってると。アノルロンドを陰で。今ならばいける。よし。あ、ワープするかな？あ、ですね。なるほど。誘発してから行こう。はい。結構簡単ですね。よし。どこかな？ここら辺かな？ここで一旦止まって。よし、消えませんね。で、こっから、爆走する。あ、今のが一番良くないか。今のもったいない。あの、序盤の方ね。あれが意外と成功していた。どっから行くかな。ここかなとなると。よし。で、弓矢。よし、これ撃たせて、突撃。オッケー。結構入った。さあ、もうワンセット。これで終わりかな。あ、これがな、変にこう避けるとまずい。よし。待って。さあ、ガードして。念のため回復。おぉ、無駄になった。弓を撃ってこい。撃ってこない。どう？よし。弓。さあ、これで、切っていく。終わりかな？どう？よし。Swathed in dark, an eternal curse upon thee. で、突破か。グインドリーのソウルとトロフィーゲット、神の撃破。さあ、問題この句、これ何がある？あ、ここもあったね。あの、ダクソ3であった。左右に確か行けたはず。こっちね。あ、これも懐かしいな。さあ、ここで、宝箱。あ、これ空っぽか。何にもない。で、椅子とさらに宝箱。太陽の光の剣。これ魔法ですね。で、こっち。これも、うん、入ってる。真鍮装備。これも確かダクソ3であったね。真鍮装備。で、ここなんだろう。巨大な台座。もしくは棺の可能性もある。なんか礼拝する感じだよね。お花もあるし。で、これがですね、グインドリーのソウルのテキスト。捨てられたアノルロンドを守る影の太陽、グインドリーのソウル。特別な存在は特別なソウルを有する。グイン王の戦後たる彼のソウルは、使用により莫大なソウルを獲得するか、他にない武器を生み出せる。で、これ注目すべきはここですね。彼のソウル。あれ、女性じゃないんだ。女性として育てられた男性なのかな。まあ、とにかく男性ですと。女性ではない。はい。というのがテキストでした。さあ、これで、戻って終わりかな。道が繋がった。ですね。よしよし。さあどうね、すいません。ちょっと今回短かったんですけども、一旦これで終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。どうね、また次回ダークソウルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。お疲れだー。